は順番に光ってますね。タカチャンネルの動画ショー。はい、こんにちは、タカチャンネルです。今回はメガハウスから出たアルティメットアーティクル人造人間キカイダーを開封したいと思います。人造人間キカイダーとはですね、まあご存知の方多いと思うんですけどもね、人造人間キカイダーの基本情報を説明しておきますと、1972年に放映された特撮ヒーロー番組でして、石森章太郎先生が原作のね漫画でもあります。仮面ライダーの2番煎じ的な初代の仮面ライダーが人気出たんで、それに乗じてね新作としてね東映が制作したのが人造人間キカイダーでして、まあ、8時では全員集合っていうねドリフターズのね人気番組ありますよね。そちらのね番組とちょうど裏番組でして、それでもね検討してね全43話が制作されました。人造人間キカイダーとはどんなストーリーかというとですね、ダーク破壊部隊というね世界を征服しようというね秘密結社的なショッカーみたいなもんですよね。ショッカーみたいなそういう悪の組織があったんです。その組織がね光明寺博士というねロボットを作るね博士をね閉じ込めて、で娘のミツコと一緒に閉じ込めてたんですけど、光明寺博士がダーク破壊部隊でねロボットをねたくさん作ってたんですよ。で悪いロボットを作ってた中で密かにねジローこと人造人間キカイダーを作ってたわけです。はい。で正義の心を持つねその人造人間を作ってたんで、それがバレてしまってダーク破壊部隊のねプロフェッサーギルというねショッカーでいうとこの首領、プロフェッサーギルにバレてしまって、キカイダーことジローとミツコは脱走したんですが、光明寺博士も脱走し試みたんですが、ちょっと失敗して生き別れてしまったわけです。光明寺博士はね、脱走したんですが、記憶喪失になってしまって、で、生き別れになってしまって、行方不明になってしまった光明寺博士を探し出そうとして、探しながら放浪の旅を続けるわけですね。ミツコの弟、マサル。で、その子もね、一緒に、光明寺博士を探す旅に出るわけです。人造人間キカイダーはねダーク破壊部隊のねロボットと戦うわけですよ。で戦うんですけど、まあ言うなれば兄弟なわけですよ。その光明寺博士が生み出した同じロボットなわけです。光明寺博士が作ったロボットには変わりないわけで、でもそいつと戦わなくてはいけない、悪のロボットだからそいつと戦わなくてはいけない使命を帯びている人造人間キカイダーなわけですけど、で人造人間キカイダーは量子回路っていうのを持ってて、で量子回路っていうのを持ってることによって正義の心があるわけであって、でそれでその量子回路がね不完全なためにね左右非対称のねアンバランスな見た目になってるわけです。そこがまたね魅力的なんですよね。不完全な量子回路っていうのがね人間のね善と悪の心の象徴みたいな感じですよね。そんな風に感じ取れるものだと思います。でその不完全な良心回路がゆえにプロフェッサーギルの吹く笛の音でねキカイダーはね正義の心を失ってしまって悪いことをしてしまおうっていうふうに思ってしまうんです。行動してしまうんですが、いつもね毎回毎回なんとかね例えばねバスのクラクションの音でギルの笛の音が消えたことによってキカイダーはね正義の心を取り戻せて人造人間キカイダーにチェンジすることができるわけです。毎回そういう感じでジローがねジローとして変身前のジローがねそのギルの笛の音でね苦しんだりとか、変身後にもねその笛の音が鳴って苦しんでしまうシーンもあったりするんですが、大抵の回はジローの状態でギルの、ね、笛の音が鳴ってその音を何かの起点が聞いて遮断されるんです。遮断されたことによってジローにチェンジするっていう流れができてるんですけど、終盤になってくると変身後にね笛の音が鳴ってそれで苦しむっていう様子がねちょっと見てて歯がゆいなと思いましたね。ちょっと苦しいなっていうのがありましたね。人造人間キカイダーにオマージュされた作品がたくさんあって、例えばね超人気メタルダっていう作品ご存知でしょうか。まあ、宇宙刑事ギャバンから始まるメタルヒーローシリーズのね超人気メタルダっていう作品があるんですけど、それもねキカイダーとちょうどね同じ色を使ってて青と赤分けられてて、まあデザイン的に似てるっていうのがありますね。このアルティメットアーティクルねプレミアムバンダイでね予約受注してたんですけど、発送されるのが先送りになって先送りの連絡が来たりしてたんですよ結構。それでねちょっと僕の中でねモヤモヤしてた気持ちがあって、あれまた先送りかと思ってね
いつになったら発送されるんだろうと思って、それでね、まあ2回ぐらいそれが来たんで、ちょっと僕もね、キャンセルしちゃったんですよね。キャンセルしちゃったんですが、どうしてもね、後になって欲しくなっちゃって、ヤフオクでね、24,591円、それぐらいでね、買いましたね。プレミアムバンダイからだと 27,580円ぐらいだったと思うんですけど、結構安めで買いましたね。で、輸送箱をね、開けて、それ以外は開けてませんっていう状態だったんで、ほとんどほぼ未使用、新品未使用、ほぼ未使用の状態だったんで、これはいいなと思って、最初100円スタートだったんですけどね、だんだん値段がつり上がってね、もうね、もうほんと戦いでしたね。ヤフオクでの戦いはもうすごかったです。もうね、大変でしたけど、でもね、輸送箱の中の本体を入れてる箱、本体入れてる箱もへこんでたりしてたんで、結構ね、ちょっとね、そこが残念だなと思ったんですが、でもね、いい買い物したと思います。人造人間機械がアルティメットアーティクルです。はい、こんな感じでね、もう全長、全高と読むんですね。全高と書いてあります。全高約40センチ、全部の高さがね、合わせて総合計で約40センチというわけで、迫力のスケールですよね。もうすごい巨大フィギュアです。今年買ったね、以前出した動画でね、ゴジラの DVD ボックス、ゴジラファイナルボックス、こちらのね、入っている特典のね、ゴジラの頭部フィギュア、あれも巨大でしたけど、あれはね、横幅がすごいね、でかかったんですよ。高さはね、そんなないんですけど、台座含めると結構高いんですけど、台座含めると、だいたい35センチぐらいでしたけど、今回のはね、もう機械だ、もう40センチです。40センチ。もう、高さは半端ないです。半端なくでかいです。この通り、本当でかいんで、もうね、巨大すぎて、本当ね、もうびっくりサイズですね。本当に、びっくりサイズ。そしてね、もうね、リアルです。はい、リアル。なんといってもね、アルティメットアーティクルシリーズ、もうね、受注終わってますけど、破壊ダーも出てたり、あと新1号も出てるんですよね。はい。それもかっこよかったですね。新1号ライダーは電飾がね、ベルトのところについてて、あと顔、目のところも光りますし、目のね、中央部分のね、オーシグナルってところも光るんですよね。はい。あと、破壊ダーもね、同じように頭のところに電飾がついてて、リレー発光するんですよ。で、というわけで、まあ、ちょっと見ていきましょう。こう、こんな感じで、横、こんな感じで、こう見ると、こういう風にね、機械だがね、見えるんです。角っこ部分で分割されてて、顔が、プリントされてますね。青いところが善の心でね、赤いところが悪の心を象徴していると言われてます。この赤いくてね、メカニックが、ね、出ちゃってるところがね。はい。でね、モチーフとなってるのはね、人体模型だそうです。制作前段階での、業界内での批判がね、結構多かったらしいです。その人体模型をね、モチーフにするとはね、何事だっていうことでね、結構ね、評判は悪かったそうですが、石森先生はその歴代1には争うぐらいの素晴らしいデザインだっていうふうに自負しております。こんな感じで見るとかっこいいですよね。すごいかっこいい。もう全体像が、顔のね、以前の動画でね、機械ダーのレインボー造形企画が出している RMW というのをね、紹介しましたけど、紹介しながらちょっと雑談しましたけど、あと破壊ダーもね、RMW の動画出してるんで、そちらも見てください。ぜひよろしくお願いします。はい。というわけでね、以前紹介したマスクフィギュアではなくね、この全体がね、体全体のね、スタチューっていうのかな、スタチューっていうフィギュアですね。この可動フィギュアではないね、レインボー造形企画で出してる RAH っていうね、シリーズがあるんですけど、 RAH はね、可動フィギュアなんですが、スーツのね、デザインに近い感じになってて、まあ、これと言うなればもう対比する、RH が可動フィギュアでね、こちらはね、もう非可動フィギュア、もう見て楽しむフィギュアですね。これはね、本当ね、何が特徴かっていうとね、このリレー発光なんですよね。ここにある通りね、目が光って、で、ここの頭のとこのメカニックの部分の電飾がね、リレー発光するっていうの、ここが特徴ですね。ここが見たいがために、僕はもう本当買いました。劇中本編の再現がね、できるんですよね。だから劇中本編でもメカニックの部分が光ってたんですよ。だからね、
本当ね、メカニックの部分が光るっていうのがね、すごいリレー発光するっていうのがね、すごいなっていうね、画期的だったんで、ついにここまで来たかとね、フィギュアもここまで来たかと思いましたね。はい、はじめね、この商品が発表された時は僕はびっくりしましたよ。というわけでね、どうなってるかちょっと開けてみましょう。これ扉になってるんですよ。扉式のボックスになってます。はい、開けてみましょう。はい、開けました。はい、こんな感じで機械だがね、電磁エンドをねしている、はい、状態で入ってます。はい、こんな感じです。はい、すごいですね。すごいんですよ、このね、もう思考のディテールとギミックを体感、ほんとスーツのシワ感もすごいですね。もう当時のあの劇中で出たスーツをそのまま再現したような感じですね。チェンジ、スイッチオン、台座のスイッチオン、オン1で両目が発光、オン2で両目と頭部リレー電飾が同時発光。はい、じゃあちょっとね、もう開けちゃいましょう。はい、というわけで開封が一通り終わりました。はい、ではね、早速見ていきましょう。はい、こちらがメインとなってます。はい、ピカイダーですね、電磁エンドポーズ。はい、かっこいいっすね。はい、そしてこちらがね、はい、台座となってます。こちら台座、こちら電池蓋はね、ネジ穴式です。はい、腕、両腕が入ってます。で、あのファイティングポーズの取る時の両腕交換用のアームですね、腕が入ってます。シールが入ってますよ。そしてあとは取扱説明書が入っております。こんな感じでね、丁寧に写真付きでね、説明書きが載ってます。はい、ちょっとこれを参考にしてちょっとしっかり組み立ててみたいと思います。では機械だ、全体をね見渡しましょう。はい、こんな感じで、ね、この電磁エンド必殺技なんですよ。この機械だの必殺技、電磁エンドでね、箱の時、箱あの開けた時にね言ってなかったですけど、ガラスが割れたようなね絵が描かれてます。そのガラスの割れたような絵が描かれてるんですよね。それがね、ちょうどあの機械弾のね必殺技電磁エンドのポーズを取った後に出る演出なんですよね。演出と同じ再現されてるんです。はい、箱にまでこだわりを持ってますね。はい、すごいです。はい、これ持ってみた感じね、結構軽いですね。で、機械弾もね、かっこいいですね、やっぱりね。いやー、惚れ惚れしちゃうね。はい、中身がスケルトンのね、メカニック、複雑な機械が入ってますよ。はい、中にですが、このね、メカニックのその不完全がゆえね、このデザインなんですよね。完全な良心回路を持つと両方青い部分になるっていう、ここは左右対称になるわけです。スーツのシワ感もね、すごくね、リアルに再現されてて、ここのね、チャックの部分とかね、もうファイティングポーズの腕の部分とチャックの部分がね、ちょっと違います。変わってますね、ここチャックがね、ちょうどなんかね、チャックを開ける部分がね、あのファイティングポーズの腕の部分にはついてて、こっちにはついてないですね。赤い部分はね、ちょっと同じですね、大体同じですね。色が違うね、銀色の部分がちょっと違うかもしれないですね。色の濃さが、あの暗めの色になってますね。ソフビって感じしますね、ソフビの感じがします。この中にね、複雑なね、電子回路が組み込まれてると思うとね、ちょっとね、ドキドキです。はい、ドキドキしますね、これはね。目が光り、しかも、そのメカニックの部分がリレー発光するってことでね。さあ、じゃあお待ちかねの台座の電池を入れてみましょう。はい、こちら。はい、台座の電池入れてみます。はい、というわけで、台座に電池を入れて、そしてフィギュアを台座に取り付けてみました。いかがでしょうか、素晴らしいですね。このね、やっぱりフォルムがかっこいいですね。やっぱり全体的にね、ソフビ感はあるんですが、まあ、それを、差し引いてもね、フィギュアとして、この完成度も高くて、電飾も発光するっていうことなんで、であと目も光るってことなんで、そこがまたすごい魅力的ですよね。はい、というわけで、画角をね、いっぱいに使って、もう、アップにしてみたんで、これでもうスイッチ入れたいと思います。はい、電源スイッチオンしています。はい、はい、ではいきます。せーの、点灯。おお、光った、かっこいい、いいね。目が光るとまたね、この本物感がすごいですね。ほんと本編に出てきた機械だそのものですね。ほんとに
いやー、これはなんかスチール写真の一部って感じですね。スチール写真でこんな感じの写真ありましたよね。はい、すごいですね。部屋を消灯してみたいと思います。いきます、せーの。はい、こんな感じでちょっとね、目の光だけで、あとはもう真っ暗な状態の機械弾の光だけで映し出されてます。はい、それでね、思ったのがちょっとね、電飾の部分がね、もう見えてるんですよね。電飾の部分光ってるんですよ。電飾の部分もうすでにここ、ほら、これ斑点があるでしょ。すごいね、これもう相当な光ですよね、この目の光が。これでも綺麗に本当に映りますね。綺麗に映し出されてますね。すごいね、いいですね。これはちょっとリレー発光やってみましょうか。はい、リレー発光がね、ほんと楽しみでね、ほんとね、これが感動しますよ、ほんとに。いきます、せーの。おー、すごっ、すごいすごい、うわー、すごすごすごい、うわー、めっちゃ光ってるやん。めっちゃ光ってますね、これ。すごい、うわー、すごい。いや、でもこの光り方はね、鮮やかですね、ほんとに。うわー、すげえ、赤、緑、青、緑って感じです。うわ、順番に光ってますね。これはすごいよ、すごいすごい。 YouTube でね、メガハウスから出るっていう宣伝のね、動画が YouTube で流れてたんですけど、その時の映像よりもすごく綺麗で鮮やかですよね。いやー、これすごいね、すげー。これは機械だ、これほんとね、破壊弾欲しくなりますね、これはね。破壊弾も一緒に並べたいですね、こうやってね、光らせてね。すごいね、感動のですわ、これは。最強ですね、これ。ほんとクリスマスのイルミネーションみたいな感じですよね。クリスマスもう終わっちゃいましたけどね。イルミネーションみたいな感じですね、ほんとにね。最近の動画なんですけど、機械弾に変身する動画あげたんですけど、見ていただけましたでしょうか。そちらでね、使ってたね、フィギュアはソフビ魂の機械弾なんです。はい、今ね、ちょっとソフビ魂の機械弾を持ってきました。こんな感じでサイズ感がね、全然違います。こちらはね、15センチぐらいかな ?15 センチぐらいで、もう40センチですから、こちらの機械弾はね。いやー、すごいね。あ、色がね、やっぱ鮮やかですよね。これはすごいわ。いやー、これはいつまでも見てられるな。このメカニックの塗装もね、よくできてるんですよね。腕のメカニックの部分の塗装、こちら見ていただきましょう。はい、ここ。色の塗り分けがちゃんとされてるんですよね。赤と青と黄色。そういったところにもなんかね、ほんとね、こだわりを感じますね。はい。いや、いいね。ほんと、スーツのテカリ具合とかもいいよね。ね、色がちゃんと塗られてますよね。歯車の部分がね。これもね、塗り分けがちゃんとされてるっていうのが嬉しいですよね。ソフビ魂はそういう色の塗り分けないですね。いやー、嬉しいね。こちらね、腕のパーツ差し替えることができます。腕の取り外しできるんで、ちょっと腕の取り外しだけやってみましょうか。まあ、どんな感じかちょっとね、腕を外してみます。いきます。せーの。あ、こうやってやるんですね。こうやってゆっくりと、なんかね、ぐりぐりとね、回しながら取り外す感じですね。はい。回しながら取り外して、こんな感じで片腕取れました。そしてこれ必ず電源オフ状態でやります。それでこうやって同じようにね、グリグリ回しながら外すわけですよ。はい、そしてこちらのね、電磁エンドのポーズで飾るわけですよね。よし、そしてこうきますね。はいよっ、はい、完成です。はい、完成しました。このようにね、電磁エンドといってね、仮面ライダーでいうライダーキックみたいなね、必殺技を放つわけですね。これでね、相手をやっつけるわけです、最後に。大抵最後はね、この電磁エンドでね、やっつけてました。ダーク破壊部隊のロボットをね、やっつけてました。これはすごいね、電磁エンドのポーズすごいかっこいいですね。はい、おー、光りました。そして電飾は発光はちょっと見てみましょう。電飾の発光、はい、いきます、せーの。うおー、イルミネーション、いいねー、すごい、素晴らしいね。いやー、すげー、これはすごいよ、ほんとマジすごい。こんな鮮やかに光るもんなんですね。はい、あまり見続けると良くないらしいです。動画で見る分には別に大丈夫かもしれないですけど、
肉眼で現物を見続けるのは良くないかもしれないですね。いやー素晴らしいね。いやー最高です。これははい、これは希少価値のある素晴らしいフィギュアですね。はいはい、というわけでいかがでしたでしょうか。はい、人造人間機械だアルティメットアーティクルの紹介レビューでした。今年も1年いろいろありましたがね、今年はね、いろいろ、まあちょっとね、動画あまり出せてなかったなっていうのありましたけど、まあ自分なりにはね、まあ更新頻度、割とね、あったんじゃないかなと思ってます。パソコンも買ったりとかしてね、でカメラも新しく買ったりとかしてね、ゴジラのファイナルボックスについてた特典のね、ゴジラの頭部フィギュアとかね、買ったり、いろいろ、ね、オーブリングだったりとかね、フィギュアーツが結構ね、燃えましたよね。はい。フィギュアーツもね、熱が入ってね、ほんとね。はい。いろいろ今年1年、ありましたけど、まあね、一番大きかった出来事といえばね、やっぱそうですね、光る巨人さんとね、電話で話をできたということも大きかったですね。はい。YouTube の中ではね、それが大きくて、やっぱりそれで登録者の方がね、増えたんで、はい。誠にありがたいなと思ってますし、光る巨人さんもありがとうございます。あとはね、まあ、いろんな方とね、交流、ツイッターでね、交流したりしてるんでね、今年はね、ツイキャスでもね、いろいろコラボもしましたけど、今後はね、どうしようか迷ってるんで、ちょっとね、今後のことはね、また、改めてまた考えようと思ってますけど、まだね、ちょっと、開けてないフィギュアがね、もうたまりに溜まってるんでね、フィギュアとかね、あとデラックス、玩具とかもね、開けてないのがいっぱい溜まってるんで、そういうのもね、ちょっと開けていきたいなと思ってますよ。奥さんがいるんで大事にしていきたいなと思ってるんで、奥さんも大事だし、でこのフィギュアも大事だし、けどやっぱフィギュアは2番手、奥さんが1番大事なんで、やっぱりね、ほんとね、そういったことで、まあ、真剣な話で誠に恐縮ではございますが、今年も1年ありがとうございました。ほんといい1年になりました。平成もこれで終わりになるんで、あともうはい、平成も来年の4月からもう平成ではなくなるのかもしれないですね。多分そういう流れだと思うんですけど、新元号のヒーローたち、怪獣たちが生まれるわけですね。そういうわけでね、楽しみです、本当にね。これからもね、このチャンネルを応援してください。まだしてない方、チャンネル登録よろしくお願いします。というわけで、タカチャンネル真剣に語りました。振り返りました。はい。イエイ、真剣だぜ。真剣じゃ、ジョバッ。というわけで、では、来年もよろしくお願いします。今年一年ありがとうございました。というわけで、グバイ。こんにちは、タカチャンネルです。こんにちは、チャンネル登録してね。こんにちは、タカチャンネルです。こんにちは、コメントも待っています。